これかこれか、見て見た。さあ運命のこれです。残りの1シート残っとったら奇跡発生、収録続行でございます。映らなかったらね、あ、残念だったんだなということで、多分無言のちょっとした写真がちょろちょろっと出て、いきなし丸源ラーメンに行ってるかと思いますけど、よし、とりあえず確保しよう。ではこれね、まあ10分で着くからちょうどいい。あ、ローソンもあるし全然いいじゃん。よし、あとは鍵と機構室が開いてることを祈って快活クラブ行ってみましょう。残念、入ってない。さってことでね、残念ながらやっぱ鍵と機構室はねもう閉まっちゃってたんで、で、マルケラーメンとねマックって言ってたんですけど、あれマックはねもう12時で閉まってしまう。もうね11時50分なんですよ。シャワー入って、のんきにねこうふいーっとあれ浴びながらね、あのマッサージチェアにしたんで、マッサージチェアを歌いながらねちらっとね一応チェックしとったら、マルケラーメンも12時半にラストオーダーってことなんで、もうね12時なんで、あ、ま、先に食いに行ったこと15分歌えてから言ったらちょっとまずいなと、いうことでね、マルゲラーメン食べに行きましょう。マックの手方も考えましたけど、ラーメンの方がいいかな。ちょっと尾道ラーメン気分になってましたかね。まあマルゲなんであれですけどね、まあいいでしょう。とりあえず貴重品とかだけでパパッとロッカーにしまって、財布とパッドだけ持ってね、じゃあマルゲラーメンさんで寄ってきましょう。この時間は空いてるでしょ。食べてきましたけどね、まあ定番の、肉そば、ネギ盛りの方ね、ネギ盛りの肉そば、やっぱねネギとね肉は合うんすよ。でチャーハンつけてね、チャーハンセットも定番っすね。うん、何のひねりもないと怒られそうですけど、まあやっぱマルケンさん来たらこれかなということで、ね、食べてきました。美味しかったですよと。まあね、せっかくだったらねこっちの方の尾道ラーメンとかもね食べたかったなってところですけど、まあこればかしはねタイミングですからね、まあ、この時間に来てるんですからね、むしろあの飯のありつきただけありがたいというところですね。で au pay ね使えるようになってたので助かった。もうこれで現金消費また、回避できたんで、あとはもうセブンイレブンもありますしね、セブンイレブンでちょっとお先でいいかな。よし、まあそんな感じで一晩過ごしましょう。まあせっかくですからね先入れよう。そう、快活クラブはね持ち込むわけですからね、そのタイムを、ね、活用していかんとね。やっぱちょっとマスクを外すと磯の香りしますね。だいぶ海が近いんでしょうね。うん、じゃあセブンで酒買ってちょっとだけ仮眠取りましょう。ひとまず多分ここからブヨンとワープすると思いますけどね。じゃあ明日の朝まで何事もなければそのまま明日の朝を迎えたいと思います。おやすみなさい。おはようございます。ということでですね、まあ見事に鍵付き腰とはね取れなかったんで、マッサージシートとフラット席とね、はしごでねなんとか乗り切りましたけど、まあどうせ朝の6時、まあ今ちょうど6時ジャスト6時14分かっていうぐらいなんでね、本当はねもうちょっとね一回ちょっとやっぱ一応寝落ちできたんで、良くも悪くも
あわよくばね、6時12分の電車に乗れたらなと思ってたんですけど、さすがにちょっと、ね、寝ちゃったんで、まあ寝たって言っても2、3時間ですけどね、まあこの先ね、ちょっとまた予定の方ね、急いで行きたいなと思います。どうかな、どっちが来るかな、次。6時12分にクレセンの方でやるかね、来るとかっていうのはね、情報を得てたんですけど、もう今6時14分なんで、それはもう間に合いませんからね。で、行きはね、夜、今ね、マックとか見えます。こっちのところがストーンと来ましたけど、ね、こっち側からも行けんことはないのかな。なんかちょっと水引きました。あ、干潮か。ああ、まあ、早くだね。よいしょ。ね、さ、夜、この辺り水びちゃびちゃでしたよね。うん。単純に干潮満潮の兼ね合いかな。お魚さん跳ねてますからね。鳥も取り放題ですよね。うん。なるほどな。